いいのかな。サンジ、どうしよう。いいか、チョッパー。とにかく絶対そこを動くな。必ず迎えをよこす。わかった。ガチャ。おい、ルフィ、サンジがここを動くの。こういう時、バラバラになるのって危険だと思うんだけどな、ブルク。落ち着きすぎだよ、お前。びっくりしたよ。デイビーがさらわれたんだぞ。振り飛ばされたら一生誰かの奴隷になるんだぞ。よほほほ、チョッパーさん、我々は何をすべきかサンジさんが的確な指示をくれました。どんな気持ちで過ごしても同じ待ち時間ですよ。なるほど。焦ったからといってどうなるものでもありません。同じ待つのなら穏やかな気持ちで待とうじゃないですか。おお、そうか。ヘッド、シャボンディパークに着きました。各自、麦わらの仲間を一人ずつ拾ってけ。えい。指示のあった5番公衆電電虫はこの辺りのはず。おー、いるいる、あそこだ。あのベンチに二人。わーい、二人とも向かい。なんでくつろいでんだお前ら。ああ、ウソップさんが迎えに来てくれました。ルフィたちがどっか行っちゃって、でも俺たちちゃんと待機してたんだよ、穏やかに。くそー、警備全力救出大作戦。さあ、メリハリの時です。行きましょう。怒られたぞ、ブルック。反省。笑顔を見る
ゼントとはすごいんだ。渡さない間も嬉しいんだ。イエイイエイ。形なな。